いや、やっぱ率直に、まあ、悔しいです。こう日大さんの勢いであったりっていう、まあ、日大さんのペースにこう40分間付き合ってしまって、とにかく自分たちのバスケットをこうやり通すことができなかった、まあ、それはやっぱりポイントガードとしてこうゲームコントロールであったりこうシュートセレクションの部分でやっぱり本当に責任を感じているので、まあ、悔しさをこう糧にまた自分の力であったり東海大学の力をまたレベルアップして戻っていきたいなというふうに思います。いや、もう全部ですね、まあ、本当ゲームコントロール、大事な場面でターンオーバーしないとか、こういった簡単なミスをしないとか、やっぱりあとこうシュートをしっかりと流れが悪い時に断ち切るようなシュートを決めること、まあ、あとやっぱりディフェンスでこうリバウンドやることとか、まあ、本当にビッグマンが頑張ってくれてる中でペリメーターであるこう自分たちが、まあ、この試合だけじゃなく今大会で結果を残すことができなかった、悔しい気持ちでいっぱいです。まあ、もう本当にこの試合だけではなくて今大会でやっぱり自分たちのこう力のなさであったりっていうものを本当に身に染めて感じました。まあ、やっぱり自分のたちの力もそうですけど、やっぱり個々の力も本当に大事になってくるなというふうに思っていて、やっぱり主力のメンバーって本当に力がある選手で、やっぱそれをこうポイントガードとしてこうまとめることって本当に難しいことだなっていうふうに感じました。やっぱりそこでこうやっぱり練習の中でしっかりとコミュニケーションを取ったり、まあ、お互いが意見を出し合ってこうストレスないようにバスケットができるようにやらないといけないふうに感じたので、まあ、まずやっぱり日頃の練習から常に危機感を持って、まあ、絶対こうリーグ戦にはまたこう強い東海大を取り戻せるように頑張っていきたいなというふうに思います。